皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。2010静岡クイーンの松下敏子です。さて今私は静岡市の西部にある宇都谷地区に来ています。ここ宇都谷は旧東海道真理子宿と岡部宿の間に位置する峠道で、伊勢物語で有名な在原の業平をはじめ、平安時代から多くの人の往来があった歴史の深いところです。昨年2月22日には国の指定史跡になりました。今日はウォーキングコースとしても最適な宇都谷麻里子地区を歩いてみましょう。さてこちらは峠の手前にある宇都谷集落です。今は静かな集落ですが、かつては旅人たちで大いに賑わっていました。江戸末期から明治にかけての建物が多く現存しています。街道の面影がある町並みは風情があってとても綺麗ですね。こちらは豊臣秀吉が小田原攻めの際、馬のわらじを取り替えるために立ち寄ったかつての茶屋です。中では秀吉から与えられた陣羽織などを見学することができますよ。ぜひご自分の目で確かめてみてください。こちらは峠の地蔵として知られる延命地蔵尊が祀られている慶隆寺です。名物は室町時代には茶屋で食べ物として出していた唐団子です。峠を通る旅人を食う鬼を層に化けた地蔵が塔の玉にして飲み込んだという故事にちなんでいます。今は魔除けとして宇都谷の家々の軒先にもこのように下げられています。さて今度は宇都谷の集落を抜けて峠へと向かいます。さあ家並みを抜けたところで江戸時代の東海道を散策してみましょう。ここから江戸時代の峠越えを体験することができます。こちらは馬頭観音です。事故や病気で死んだ馬を弔うために建てたもので、今でもお花やお供えが絶えません。森林浴気分で木立の中をゆっくり登っていくと、目の前が急に開けました。峠道の途中では先ほど歩いてきた宇都谷の集落が見渡せる絶景のポイントもあります。そして旧道を歩くこと10分足らず、そろそろ息が切れる頃に突然大きな石垣が現れました。ここにはかつて地蔵堂が建てられていました。先ほどの慶隆寺のお地蔵さんはここに祀られていたんですね。山の中にこんな立派な石垣のお堂があったとは驚きです。歌舞伎の演目つたもみじ宇都谷当家のクライマックスの舞台となった場所でもあるんですよ。江戸時代のこの辺りは伝説や歌舞伎に描かれた人食い鬼や山賊が出ると考えてもおかしくない雰囲気だったでしょうね。当時の人々がここで旅の安全を祈ったことは容易に想像できます。さて地蔵堂跡の真下に位置する明治のトンネルにやってきました。明治9年宇都谷峠に開通した日本初の有料トンネルで、国の登録有形文化財に登録されています。工事にはおよそ15万人が動員され、2年をかけて手掘りで掘り進められました。トンネルの真ん中が静岡市と藤枝市の市境になっているんですよ。このトンネルができたおかげで峠越えも随分楽になったわけですね。そしてこの赤レンガの内壁と坑道内のランプが風情たっぷりです。宇都谷には他にも大正トンネル、昭和トンネル、平成トンネルがあります。峠道と合わせて江戸から平成にかけて5つの時代の峠越えが体験できる世界的にも珍しい場所です。ぜひチェックしてみてください。さて次はマリコにやってきました。
宇都宮からマリコまで車で10分ほどです。こちらの駿府匠宿は今川、徳川時代から受け継がれた静岡の伝統工芸を幅広い年齢層の方々に体験していただける施設です。私も駿河竹千筋細工に挑戦してみました。私でもこんなに可愛いのができました。体験工房ではこのほか駿河和染め、駿河漆器などの静岡伝統工芸の体験メニューをたくさんご用意しております。皆さんぜひこちらの工房で一日職人体験をしてみませんか。駿府工芸館には臨場感あふれる大型シアターがあります。スクリーン上で静岡の伝統工芸の歴史や名所、旧跡などを紹介しながら観客と対話ができるバーチャルキャラクターのたくまるくんとともに楽しく旅をすることができます。そして面白体験館ではかつての東海道やマリコ宿の様子を知ることができます。蔦の細道、旧東海道の様子を映像ディスプレイやグラフィックパネルで学ぶことができます。その他お食事どころ、お土産どころもあります。見どころいっぱいの駿府匠宿にぜひ遊びに来てください。そしてこちらが広重の浮世絵にも登場する東海道マリコ名物とろろ汁です。それでは行ってみましょう。とろろ汁は広重の浮世絵にも登場しています。その昔多くの旅人がこれを目当てにやってきたそうですよ。私も旅人たちが愛したとろろ汁をいただきます。あってとっても美味しいです。きっと江戸時代の旅人たちは名物のとろろ汁で腹ごしらえをして峠越えに備えたんでしょうね。皆さんいかがでしたか。ご紹介した通り宇都宮マリコは歴史遺産の宝庫です。寒い冬だからこそ体を動かして歴史と文学の道、宇都宮マリコを歩いてみませんか。それでは皆さん、またお会いしましょう。今日ご紹介しました観光につきましては、ご覧の各所へお問い合わせください。